からです。今回はラウンド中のマナーについて動画を撮ってきました。意外とラウンド中のマナーというのは私もできていないことが多いです。私なりに気になったマナー、まあネットでもいくつか調べたんですが、動画でやってみました。よかったら見てみてください。どうぞ。ティーグラウンドでは打つ人の後ろに立つと視界に入るので立ってはいけません。さらに朝はこういうふうに影にもなっちゃうのでかなり気になります。クローズになっているサブグリーンをまたいだり、まあ、横断したりしないようにしましょう。こっちをね、歩いてね、向こう側に行きます。バンカーは顎の低いところから入りましょう。で打ったとするじゃん。打ったら早く足跡も直して、デッキはこの場合は外に置きましょう。クラブはグリーンの外に置きましょう。ピンはクラブと一緒に外に置きましょう。グリーン上には置かないようにしましょう。5です、9です、7です。スコアはカートに乗ってから書きましょう。なぜならプレーの進行が遅くなるので、カートに乗ってからスコアを書くようにしましょう。ハーフ終了しました。ランチを食べる前に靴の土や芝を落としましょう。このエアレーションを使って、皆さんどうでしたか？いやー、パーっていうのは大事ですね。お腹から声を出すのも大事ですね。まあ、今回やってみて思ったことは、ティーグラウンド、フェアウェイ、グリーン、まあ、3つアウトしたらグリーン周りが一番マナーは大事ですね。ゴルフは4人で、まあ、または3人で、または2人で回るスポーツですね。1人で回るスポーツというよりはこう仲間で楽しむスポーツだと思うので、ラウンドマナーを大切にしてプレーを楽しんでいただきたいと思います。以上です。